ジャーニー・カーフマンジャーニー・カーフマンは、オランダのロックバンド、アースファイヤーの2代目のボーカリスト。バンドでの活動時期は1969年から1983年、1987年から1990年。オランダ・ボールブルグの女子校で、聖火隊のバンド、レンジャーのメンバーだった彼女は、1969年9月に、クリスゲラルド兄弟が作った、 アースファイヤーにスカウトされ参加。1970年1月17日にリリースしたシーズンは翌年日本でも大ヒットしトップ40日本洋楽チャートで1位、オリコン8位を記録。ちなみに1位を争ったのはジョージ・ハリスンのマイ・スウィート・ロードだった。1970年当時の日本では英語圏のグループばかりでなくオランダをはじめフランス。 イタリアなどのアーティストの作品が日本のヒットチャートを賑わせていた。同じくオランダ出身のショッキングブルーの世界的なブレイクに触発されてアースファイヤーも日本グラム本によってプッシュされたが続く明日への叫びはいまいちヒットせず。アルバムソング・オブ・ザ・マーチング・チルドレンに見られるように音楽の方向性がプログレッシブロックに向いてしまったため一般受けする。 ポップロックを期待していた、日本のプロモーターたちを落胆させた。なお、アメリカ、イギリスでは、シーズンは売れなかった。デビュー当時のジャーニー・カーフマンはアフロに、目の周り真っ黒のロック少女だった。同い年のショッキング・ブルーのボーカル、マリースカ・フェレスを意識していたのか、歌い方も不愛想でストレートな感じがよく似ていた。ルビー・イズ・ザ・ワン、ワイルド・ド・エキサイティングあたりの曲に、 それが現れているが、一方で、サイケデリックロックの代表格であるジャニス・ジョプリンや、ジェファーソン・エアプレーンのグレース・スリックに影響を受けているようでもある。1971年の、ストームサンダーあたりから、それまでのストレートなブルースロックから、プログレッシブ系に変遷し楽曲も難解となる。反面、外見は髪もストレートに戻しエレガントな女性に変わってゆく。 そんな中、1972年のメモリーズはオランダで初のチャート1位を獲得。1975年のサンクス・フォー・ザ・ラブでは曲調が南下しよりポップ路線に近づく。アースファイアーの音楽の方向性は20年の間に激変したため、過去の映像を遡ると彼女のビジュアルも含めて驚くばかりである。デビュー当時のストレートなブルースロックから、 プログレッシブ音楽、そしてポップロックに変遷。さらには1979年にはカリプソ風のディスコ音楽にまで手を出す。彼女はパワフルな歌声を捨ててソフトに囁くようにウィークエンドを歌い、ヨーロッパで大ヒット。腰を振りながら歌うその姿は、不愛想に眉間にシワを寄せてシャウトしていたデビュー当時の面影もない。 アースファイヤーは1983年に一度解散し、ジャーニー・カーフマンは1984年にアルバム Made on Earth、1987年にランをリリース。また、雑誌プレイボーイのオランダ総監号では初ヌードを披露して話題を集めた。同じ年、アースファイヤーが再結成され、彼女もカムバックする。音楽活動の傍ら、 90年代になると彼女は国営ラジオ北海の PR マネージャー、歌手の労働組合 BV ポップの委員長に就任。2000年には財団ブーマカルチャーのディレクターになり、オランダの音楽著作権の保護と使用に関する仕事に従事する。再結成後のアースファイヤーはヒットにも恵まれず、音楽性も取るに足らない AOR 風の軽いポップミュージックバンドに変貌を遂げてしまう。 ジャーニー・カーフマンは結婚していないが、1974年以来、後にメンバーとなるベースマン、バートルーターと一緒に住んでいる。ザ・ツー・オブ・アスのライブ映像でツーショットが見られる。2012年10月に彼女はパーキンソン病であることを発表。ありがとうございます。